なりなりこんばんは。毎日元気よかった。あいまいこんばんは。ハロー、悟空、こんにちは、こんにちは。バンザイジャパン、千葉県の伝道師、朝日ジュリアです。今日はね、水曜日なので、公式ルームの配信担当なので、配信をします。ルーリさん、こんばんは、こんばんは。していきたいと思ってます。加藤さん、こんばんは。今日はシール配信する。そう、新しく千葉県伝道師見習いのマイカちゃん増えました。3人目です。グースさん、こんばんは。なので、今日は。ダイバーシティでライブでした。後ろに大きい木が入ってると思った。え、何、どれ、大きい木、あ、これ大丈夫。今日はお疲れ様でした。ありがとう。市原市の伝道師めっちゃあれだね、ピンポイント伝道師、安定の可愛さだな。あ、今日はあのハーフアップです。巻いたんだけど、もうね、ほとんど取れてる。雨とね、風にやられちゃった。キャメタ扱いね、楽しかった。こうだからね、今日一個覚えたこと。今、え、仕事なの？大変だ、頑張ってね。大変だ、楽しかった後の仕事きつい、ジュリは。でも頑張ろうって思えるかな。川内さん、こんばんは、こんばんだい。で、今日はゼップダイバーシティのライブだったんですけど楽しかった、嬉しかった。大きいところでライブができる、そういうふうに、そうそうそう、本当に一つ一つね、教えたい。そういう、あ、そう読んだか。あれででいいんじゃない？そう、今日はさっちゃんがお休みです。16人でライブでした。あられさん、こんばんは、こんばんざい。そう、最近、舞台メンバーが帰ってきたから、少しずつ揃ってるけど、明日？違う、31日みんな揃うかな、多分。何にしようかな。今日のトークテーマはどうしよう。今日たくさんいたから迫力、そう、あと大きいステージだから、あの大人数で立てる、大人数でステージに立てるっていうのがあるかもしれない。ジャンバンバーグ、こんばんだい。だから迫力満点に見える。だから嬉しいんだよね、大きいところ。東京のライズ、東京のライズって言っちゃった。東京のライブは、そうそうっていうか、あのフォーメーション、ステージが大きいとあの大人数で立てるから、その場所によるかな。狭いところは7人だったりするけど。テザーくん、おはよう。今日もいいですか今日は黒リボンなの。最近これ、最後の歌がやっぱ好きだわ。お、バンザイジャパンだね、代表曲だからね。いった。岩間さん、こんばんざい、こんばんざい。ゆうなさん、こんばんざい。ともに、こんばんざい。今日は
今夜もとってもダンスでダンス、金魚の歌、願い星、万歳ジャパンの4曲でした。松井ひときさん、こんばんざい、こんばんざい。4曲です、今日は。で、最後に MC をありました。とてもいいですやったー。磨かないとね、次会えるまでに今日は、そう、今日はとてもとても押してて、ライブの時間がなんか開演から押してたみたいで、結局ライブ本当は5時の出演だったんだけど、1時間ぐらい押しちゃって、ほんと皆さん待たせてしまってごめんなさいの気持ち。びっくりした、もう着いた時から45分ぐらい押してるみたいになってて、え、そんなことあるってなった。だから東京キネマ、そう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 、広い会場だとあの大人数パフォーマンスができる。会場によって人数変更というか、何人フォーメーションっていうのが決まってるかな。今日みたいに大きいとこだと、今日はバンザイジャパンっていう曲を14人フォーメーションでやりました。誰かが寝坊したとかじゃなくて、なんかその会場、開演の時間、ライブ開演の時間に開場したみたいだから、もうそもそも開場するところから時間が違ったみたい。なんか本当が何なのかジリも分からなくて何が本当だったのか分からない、原因は。ただ開場する時から押してたっていうのは聞いた。アビコさんはライブの3時間半くらい前に来て、そうだから、ジリたちも結構早く来てたから、でもチラシ配りとかできたから、まあ良かったのかな。会場、そうそうそう、会場から押してたから結構ずっと押してたのかな。だから後の出演者さんの方が多分夜11時とかになっちゃうのかな、心配。村雨さん、こんばんは、こんばんざーい。それはやばい。そうだから聞いた瞬間に本当にってびっくりしちゃった。さすがにそんな押しちゃうんだと思って、初めからいきなり言う、そうそう、だからさ、なんか大変だよね、最後の方が。それ大変だ、そう。でもまあなんとかできてよかった。キャップ、こんばんざい1時間押しなら、そうそう、だからもしさ遅くなったら来れた人も、遅くなったから来れた人もいたのかなとか考えるとさ、申し訳ない。なんか押したから逆にいい時間からのスタートになって14人と、そうそう、バンザイジャパンっていう曲だけは14人フォーメーションでした今日。押すというより、そう、開始が遅れちゃってたから、物販もそう全部1時間ずつずらして始まっただからライブの時間が最近とか9時とか9時半の時多かったから、それが押しちゃったらライブ出れなかったから、出ないで帰るっていうことになっちゃうとかだったから、早くて今日良かったって思う、そこだけ。ヒルステージだとバンダイジャパンは、そう、入るグループってよく言ってもらえるから入る広いステージでやりたいな。ちょっと落ちます、またね、来てくれてありがとう。今日は水曜日なので公式ルーム配信してるんですけど、この後個人ルームもね配信しますので、よかったらよろしくお願いします最初に見たときそう思いました。嬉しいなまたね、大きいとこでできるといいな。やっぱ千葉県、そうだよその気持ちがいいな。東京でバンザイジャパンさん
見たい？行けばよかった。用事終わったの10。ああ、そうなのか。そうだよね、時間変わる。1時間あれば結構さ、あれだよね、行けるとかあるよね。了解。そんな簡単に了解してくれるの？どうしようかな。千葉県押すならディズニーあるし、ディズニー行きたい。ふみちゃんにふみちゃんもよろしく。東京でバンダイジャパン、そう、もしあの来たらついでに見てね。かなり押せる。でもね、千葉県ディズニー以外にもね、いいスポットたくさんあるから、みんな来てください。ぜひ。なんだかんだバンダイジャパンが一番好き。結構そうで言ってもらえる。なんかさ、初めて見た人とかもさ、一番やっぱり頭に残るって言ってくれるバンダイジャパン。千葉ロッテマリーンズ、そうだね、やめろって。千葉ロッテマリーンズっていう千葉県の人がなら多分知ってるネタがある。ジンさん、こんばんざい。こんばんざい。千葉のおすすめ、おすすめスポット。でもジルは本当にディズニーは大好きな人だから、ディズニーランドはもちろんおすすめなんだけど、なんか物によるかな、何がしたいかとかによるかもしれない。なんかでもジュリは最近すごくあのアスレチックに行きたいんですよ。子供みたいな発言なんだけど、アスレチックに行きたくて、船橋市にある千葉県のアンデルセン公園っていうアスレチックがあるんだけど、そこはあのユニバーサル・スタジオ・ジャパンに勝ったぐらい、なんて言うんだろう、来場者数っていうか人気の、施設なんですよ。だからアスレチックしたい方は船橋市にあるアンゼルセン公園おすすめです。ジリもね、今行きたいの、アスレチックに行きたい。アスレチック、そう、遊びたいから行きたいところでもある。鉄板ネタ、そう、鉄板なの。千葉県民は千葉、東京ドイツ、そうそうそう、東京ドイツ村はすごくおすすめ。もう胸を張って言える。全部東、そうそうなのよね、東京っていう名前はついてるけど全部千葉のものが多い。東京ドイツ村に至っては東京もドイツも入ってるからね、どっちっていう。ストボーチボーいいよね。そう、もう本当にご飯も美味しい、海鮮系も美味しいし、ラーメンも美味しいし、フルーツも美味しいし、野菜も美味しい。なんか結構いろんなものが千葉県は有名です。岬の、そう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 、岬の近くにアンデルセン公園があって昔はよくは嘘、行ったことがあります。初見です。北海道、あ、北海道の方ですね。ありがとうございます。千葉県の伝道者ヒズリアです。アンデルセンはクリスマスのイルミが有名なんで、でもクリスマスのイルミネーションはやっぱり東京ドイツ村がすごくおすすめです。すっごい綺麗です。アンデルセン公園、そう、チェックしてほしい。あと東京ドイツ、違う、アンデルセン公園もあるんだけど、千葉県の野田市っていうところにも清水公園だったかな、清水公園っていうアスレチックの場所があるんですけど、そこもおすすめです。あのブルー違うよ今から夕食に行きます。じゃあまたね、ありがとう。千葉ディズニーランドと東京ディズニーランド、でもさ、もともとがさ千葉ディズニーランドだったらきっと違和感ないはずなんだよね。今東京ディズニーランドってついてるから、なんか千葉ディズニーランドは違和感があるかもしれないけど。初見マルメイドさん、こんばんは。バンザイジャパン千葉県の伝道師朝日ジュリアです。よろしくお願いします。
千葉県の伝道師をしております。初日、初日の出が一番最初、そうそう、千葉だよ。展望台があるんだけど、川内さん、白井とか鎌ヶ谷、そう、梨は千葉県白井市、鎌ヶ谷市がすごく有名で、あの、美味しい、本当にもう梨がたくさん売っている、なんかそこら辺というか、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、そのなんて言うんだろう、そう、あるんですよ、ボスハートも。そうです、千葉も場所によっては、まあ確かにそう、東京に近いとこはね、やっほやっほー、おめでとう。清水公園に行って友達が思いっきり、そうそう、息があるの、あの、落ちちゃうと水濡れちゃうっていう、だからあの、アスレチック行く際は着替えの洋服を持って行きましょう。東京ドイツ村って動物いるとこですよね、おた仲間と行ったけど、え、東京ドイツ村がおすすめは、やっぱクリスマスだけど、あとあの、なんか、なんだろうな、遊園地、乗り物もあるんですよ、そこもおすすめ。あと東京ドイツ村は意外に、意外にアスレチックも少しあります。アスレチック部分もあって、なんか丸太渡りとか、なんか木の大きな板のブランコみたいな、すごい大きくてボワーンってこう揺れるブランコもあるし、あと普通にあの敷地面積がとにかく広いんですよ。とにかく広い割に何もないところもめちゃめちゃ広い、ただの芝生っていうところもいいから、そこでスポーツをやったりもできます。ピナットさん、こんばんざい。あー、知ってる関東3都市、関東年3くらいで行く、え、千葉来てほしい、本当に紹介してあげる、おすすめを。千葉ってそう、みんなさ、東京は行くけど千葉なかなか行かないからさ、千葉県にも来てほしい、案内します。千葉のお土産って何、千葉のお土産はなんだろうね、ピーナッツが多いかな。でもピーナッツもあの最近種類が増えてきて、あとピーナッツのお菓子もあるし、味噌ピーとか、あとなんだろうな、お菓子だったらすごくいろいろなのがいっぱいあるけど、食べ物だと何が一番喜ばれるのかな。ピーナッツが好きな人はあのね、最近道の駅とかでもピーナッツを使った種類のお菓子がたくさん増えてる。ラーメンとか持って帰れないかな。野田はお醤油も有名、え、ね、そう、野田はね、キッコーマンかな、醤油工場があるんですよ野田市に。うささん、こんばんは、マジお帰り、ただいま。神奈川、埼玉は東京つけないけど、千葉は東京確かにそうかもしれない。ホワイト餃子は本当におすすめ、あの、食べたことがない人がいたらホワイト餃子食べてほしい、すんごくおいしいです、ホワイト餃子。一緒に行く人がいません、千葉県案内ツアーやろ。お宅なので幕張り、あ、そっか、幕張りはそうだよね、確かに幕張り来たらさ、ちょっと時間作って知恵が案内してあげる。確かに幕張りは行くか、落花生ですか、そう、落花生有名、有名、それはみんな知ってるか。旧夏っていうね、種類が最高、去年今年新しく植えたから食べてほしい。落花生好き、お、落花生好きにはたまらん、いっぱいある。あのね、落花生ピーナッツ味のソフトクリームとかも道の駅にある。朝日さんです、会場では合ってるけどまだお話できてないな。え、そうなんですか、ぜひご気軽に話しかけてください。ドイツ村って去年中国みたいなイルミネーションになってた、ドイツ村去年からあのイルミネーションがパワーアップしたんですよ、本当にね、みんな遠いって言うけど来てほしい。千葉のお土産やっぱりチョコクランチが今が地図に、確かに、あ、でもおすすめチョコクランチみたいな、なんて名前だっけな、ナッツっていうお菓子があるんですよ、
めちゃめちゃ美味しい。ちょっと調べてあげる。ナッツっていうお菓子があって、チョコクランチっていうか、クッキー、薄いクッキー、ラングドシュのクッキーの間にチョコレートが薄く引いてあって、ピーナッツが散りばめられてるお菓子があるんですけど、そのお菓子がとても美味しくて、千葉県来た際には買ってほしい。見せます、今から。ナッツって名前だったかな。なんか7つの願いを込めたみたいな感じのね、キャッチフレーズだった気がしたんだけど、出てこない。なんだっけ、英語なんだよな。ちょっと待って。出てこない。なんだっけな、ちょっと見せて。あったあったあった。あ、7つだった。ちょっと違った。これこれ、あ、見えないかな。見えない。どうしたらいいんだろう。これです。これがね、おいしい。7つっていうこのお菓子、これがすごくおすすめ。本当においしいです。ホワイト餃子め、ホワイト餃子は本当においしいです。柏の方かなにあります。今日はありがとうね、来てくれて。いっぱいこう聞いてて可愛かった。夏だし、片だし、むらむら夏だしって聞こえた。そう、今日は梅雨の雨が降ってたから暑いかなと思って久しぶりに来ました。千葉の、あ、読んだ。実は実家は千葉。そうなの。なんかさ、そういう人が意外に多い。千葉に住んでないけど、なんかおばあちゃんが千葉みたいな。濡れせんも、確かに濡れせんべいも千葉県おすすめです。幕張メッセ今年3回ぐらい行ってます。お、みんなそうだよね、幕張メッセは行くもんね。一人でイルミネーション見に行ってもな。でも本当に、まあ確かにイルミネーションを一人で見に行くのはきついかもしれない。チリも家族としか行ったことないけど、家族連れかカップルか友達かしかいないから、あそこにチリも一人で行く勇気はない。それは初耳でしょ。食べてほしい。テスラ君案内されたすぎるの。したい、本当にしたい。幕張鉄駅が多すぎていつも、でも確かにその駅を降りてから行くのはあれだよね。してあげる、勉強頑張ったご褒美。ゆうなさん優しい。そこではみんなに食べてほしい、本当に美味しいから。つっちこんばんたい。7つ美味しそう。これ多分千葉県来たら売ってると思うので、道の駅とか千葉の物産展とかには多分売ってると思う。はるたんこんばんは。こんばんは。またね、来てくれてありがとう。ちゃんと写真あげたからね。南の方もね、それはそう、千葉は海がねあるので、南房総の方や勝浦、銚子の方とか行きたい。ライブまたしたいな。東京在住だけど花火見どこらへんってことはあれだよね、葛西とかこっち寄りってことだよね。というかもはや仕事でイルミネーションつけてる側だから楽しそう。でもさ、いいよね。なんか最近というか、昔はひねくれてたっていうか、なんだろう、なんかそういうカップルがよく行くようなところに全然興味がなくて、なんか高校生の時とかも友達がイルミネーション行くんだとかって言っても、ジュリは頭の中でただの電気の塊じゃんって思ってたの、ずっと。なんか性格がなんかひん曲がってたのかな当時
だからさ、みんながそうイルミネーション行きたいなとか言ってる女子高生時代は本当なんかなんで電気の塊を見に行きたいんだろうとかなんか思ってたんだけど、大人になって綺麗だなってちゃんと思うようになった。そう、当時っていうか学生時代はなんかそんなに興味がなかったイルミネーションに、大人になってからは綺麗で見に行きたいなって思うようになった。海ほたる楽しい、バイクが、そうだね、確かに海ほたるはそうかも。カッポ行くとこに興味ないと素晴らしい。なんかね、学生時代は本当に全然興味なかったから、その時は素晴らしさが分かんなかったけど、今は分かる。7つの販売、本当？食べてほしい。電気の塊は発想、そう思ってた、ずっと。だって電気が固まって光ってるだけで何がいいんだろうとか、LED の塊じゃんってなんかずっと思ってたから、なんか行きたいって思わなかったけど、大人になったらね、自然と綺麗だし見に行きたいなって思うように、心が綺麗になったのかな、思った。でもだからドイツ村は本当におすすめです。来てほしい、みんな。川内さん、花束ありがとう。キャップ、だるまさんとバラありがとう。ポイポイって投げてくれてありがとう。千葉のモノレール乗るのが地味に好きです。あー、モノレールは最初怖かった。ジュリは乗るのが落ちちゃうんじゃないかなと思って、こないだの競輪行ってたら買って、売ってる、どこら辺に売ってるんだろう。千葉都市モノレールすぐそばにある、あ、近くに住んでるってこと。わあ、モノレール公園のところいいよね。なんかさ、千葉は自然も、あの都会のところは都会だけど自然もたっぷりあるし、あの田舎と都会が共存しているっていう感じ、わかるかな。房総半島で釣りした、そう、釣りといえばジリは少し前から釣りがしたいって思っている。楽しそうだなってね、思った。で、釣りしてみたい。楽しそう、釣り。でも、ちいちゃい餌をつけるのはちょっと触れないけど、釣りという行為はしたい。そういえばさっきから後ろに窓前、あ、そうだね。この子は紹介します。この子はですね、見たいるんですけど、デッサンを描くときに使ってました。あんまり使わなかったけど、2匹います、こいつとあの子。絵を描くのが私は好きでした、学生時代。餌は触れん。なんて読むんだろう、餌？なんて読むの、ギギ餌？絵を描くの、そう、絵を描きます。絵を描くのが好きでした。今も好きなんだけど時間がなくて、描けてない。描きたいな、描こうかな、久しぶりに時間取れて。絵を描く、
美術の授業が大好き、美術と技術が大好きだったから絵を描いてました。疑似絵って読むのね。そう、デッサン人形、まあ実際さあんま使わなかったんだよね。散々大量のファンを釣り上げてきたから、ジリ散々大量のファンを釣り上げられないんだよね。下手くそだ。ボスハントに、そうわかる、ジリもジリちゃんお絵描きまた見たい。人間描けないからね。ジリちゃんお絵描きタイムする？個人ルーム配信でジリちゃんお絵描きにしようかな。わ、やばい、落としちゃった。また絵を紹介してほしいです。絵ね、前も紹介したんだけどさ、ひどいからさ、人はちょっと描くと怒られる。新世界、え、世界、あの世界堂行きたいんだよね。そんなさ、おしゃれなものはさ、こっちにはないからさ。これ、このレイアウトペーパーを使って、あの人というかデザインを書いてました。これ前も紹介したよね、ジリ。同じの紹介したところでさ、つまんねえよって思われたらやだな。目の届くところに自分、え、あのね、昔紙粘土で作った作品とかはあったんだけどしまっちゃった。あと自分で作った洋服とかはあるよ。次それ見せる？自慢みたいになっちゃう、やだ。やっぱりお絵かき配信気になる。でも絵は下手なの。下手だけど描くのは好きで。なんだろう、描くのは好きだけど絵自体は下手。なんか才能がなかった、絵の才能がなかった、純には。私は初見なので。そうか、初見だから見たいって言ったら、そんなね、あのしっかりした絵じゃないんだよね。結構雑というか、なんか見たら惹かれちゃうかもしれない。そんな綺麗な絵は描いてない。意外そうなのかな。ジリは美術の時間が好きだったから、美術だけは大好きだったから、枝を描くのが好きだったの、なぜか。ジリは枝ばっかり描いてた。木の枝が大好きだった。絵描きは世界堂行くと大変。え、いっぱい商品があるからってこと？行きたい。リアルな話、バンダイジャパンさんに興味を持ったのはジリアさんがいたからなんですよね。嬉しいな、そういう、あんまそういうのないからさ。ジリちゃん、セレネで一番前で他のメンバー操ってた。え、セレネで？なんだろう、白金だよね。え、釣ってたっけ。枝、そう、枝描くってた。センスの落書きを、え、でもね、今本当に下手なの。やばいぐらい。僕の美術センスは、え、じゃああるじゃん。ジリね、ないの。なんかセンスはないし、下手くそなんだけど、ただただ好きだったからずっと描いていたな。油絵をやりつくて、絵って心で、そうそうなの。でもジリは絵に心が入、気持ち、絵に心臓が宿らなくて、あれなのよ。すごく絵が死んでいる、死んでいた。
漫画描いたりアニメの仕事した時に描いてたけど時間が何時間が歪んでるの怖いな。あとは物を作るのが好き、物を作るのが好きだったから、そう技術の授業図画工作も小学生の頃は好きだったし、そうだね、美術技術が運動できないし音楽もできないし、ひどかった。ジル体育の授業と音楽の授業さ成績ひどかったもん。歌えないし歌っても声が届かなかったリコーダーもいけなかったし、ピアノだけできたのは。なるほど、歌と一緒で、そうそうだよ、ハートが大事。でもジリ絵を描くと人を悲しませるからさ、悪気がないのに悪気が出る絵になっちゃう。何回も怒られた。木を描いてくださいと言われたので絵を描いたら、これは何ですかそうなん、でもジリ木だけは負けないよ。木だけはね、枝だけなら上手な自信があるから、枝だけ見せてあげる。あるかな、枝だけ得意だから。言うてそんなに枝を描いてる絵がないんだよな。あんまりなかった。と言って枝が描いてある絵があんまり、こんな感じ。枝をとにかく枝だけは、枝を極めてる人みたい。枝はね結構描いてる枝ってな、そう枝っていいよね。枝を描いとけばね絵って成立する。わかんない。リリーベイでファンの似顔絵、あったあった、それは下手、本当に下手だった想像してたのと違った。嘘、やだな。枝ばっか描いてた。なんでだろうね、なんでだろう。クレヨンが描く、え本当？でもジルは油絵がやりたかったの。その図が、えこれだよなんかずっとなんだっけ、あのペン 0.5 と 1.0 のペンだけを使って描くっていうのが好きだった。あとボールペンだけで絵を描くとかのが好きで、ずっと細いのと太いのでハマってて、だから基本ある絵が全部0.5、0.5、1.0 ばっかり。これも全部そうかな。これは全部ボールペンだけで描いたから、質が濃いかもしれない。結構ボールペンのみのなんていうのいら、え、やちさんこんばんざい。油絵は自宅で、え、そうなんだ。そうやりたくて一回キットみたいのを探しに行ったんだけど、全部揃えるってなるとやっぱりお金がかかるし、その時は学生だったから諦めた結局そうペンとあと筆と絵の具は高校生の時にデザインの学校だったから
で買ったやつを使ってずっと書いてたかな。人はあまりない。こういう人だとなんか悲しくなっちゃう。なんか綺麗に描けないから人は描くのがあまり好きじゃなかった。細かい作業、そう細かい作業だった。なんかね、ずっとね学生の時は家に引きこもってたからなんか時間だけはとにかくあったの人より。だからなんか時間がかかることでもそれはできたかな。アクリル、そうそうアクリル絵の具とかを使って描いてた。素人だからよく分からんけど、絵のでもジルも素人だからなんか、でも昔はそう結構闇深かったの自分自身が。だからこういう感じだけど今はきっと違う。すごい繊細。あでもそうあのね細いのでなんか、ああもうさっきからね物を落としちゃう。細いのでなんかひたすら丸を描くのもハマってたので、ハマってた。これはキャリーパミュパミュが流行っていた時代に描いた絵なんだけど、この丸のなんだろうこういうのを描くのが一時期好きで、あの描いた。これはキャリーパミュパミュが流行ってた時代に描いたから、ちょっとキャリーパミュパミュっぽい、キャリーパミュパミュチックな絵。この丸とかをずっとこう細いペンで描くのが好きだった。今度画材の話でも、本当ジジ全然知らんからさ勉強したい。絵といえば、でもそう絵はあのバンザイジャパンにはコマとササっていうとってもうまい子がいるからもうやめました。そこに行くのはやめた。アチさんこんばんざい。描いてるうちに目回りそう。でも手は疲れる。僕との初めての時期にもそうだね。確かに描いた。セレナだよね。たまにツイッターで新鮮な絵が流れてくる。ツイッターで流れてるのとクオリティが違うからさ、もうてな感じで長い間公式ルームも配信したので今から個人ルームに行きたいと思います。 GO! ということで見てくれてありがとうございました。今日もくーちゃんが、水曜日がくーちゃんと私なんですけど、くーちゃんが配信できないので今日の公式ルームはこれのみになりますが、ご了承ください。ということで個人ルームで配信するのでよかったらまたお話ししに来てください。バイバーイ。終わります。